感動再びナンバーアンダーラインアイ,インスタライブでファンへ感謝の言葉。3人の絆と熱い思いに涙戦崩壊。岸くん、翔くん、陣くん、素敵なお写真を見せてくれてありがとうございます。ナンバーアンダーライン愛が世界中に響き渡る様子は、まるで夢が現実になったかのような瞬間でした。日本国内だけでなく、韓国のソウル、タイのバンコク、インドネシアのジャカルタ、 そしてニューヨークのような世界各地で、屋外広告として3人の姿が映し出される光景は、ファンにとって感動的であり、同時に新たな始まりを予感させるものでした。わずか数ヶ月前まで、3人がこれほどまでにグローバルに活躍する日が来るとは、想像できなかったかもしれません。しかし、今や彼らの存在は、アジアを超え、世界中の都市で目に見える形となっています。ファンたちにとって、 彼らの成長とともに歩んできたこの数年は、非常に特別な時間でした。多くのファンが彼らを見守りながら、さまざまな感情を抱いてきました。それは時に、待ち焦がれた再会のようであり、時に、別れの痛みを感じることもありました。特に、3人がそれぞれ新しい道を歩むと決まった時、多くのファンはその決断を受け入れつつも、同時に心の中で複雑な感情を抱いていたことでしょう。 しかし、彼らが再び一緒に活動を始め、新しい楽曲、INZM でファンにメッセージを送り、さらにその楽曲が世界中に広まるという出来事は、まるで時間を超えて三人が再び一つになったような印象を与えました。この楽曲は、彼らのこれまでの歩みを集約したかのようなものであり、ファンに対しての感謝の気持ちが込められています。同時に、新しい挑戦への決意も感じさせます。特に、 インスタグラムのストーリーを通じて3人が順にファンにメッセージを届ける姿は、まさに彼らの絆を象徴するものです。岸くんの少しキラキラした表現、翔くんの温かい感謝、そして神宮寺くんの落ち着いた語り口、それぞれの個性がはっきりと現れながらも、共通してファンへの愛情が感じられました。ファンたちはこの瞬間を、ただの宣伝活動としてではなく、 長い時間をかけて築き上げてきた信頼関係の証と捉えています。数ヶ月間の沈黙の後に再び3人が揃い、新しい作品を届けてくれるということは、彼らがどれだけファンを大切に思っているかを物語っています。インスタグラムのストーリーでのやり取り一つをとっても、ファンたちは彼らの一挙手一投足に大きな意味を感じ取り、そこに込められた感情を読み取ろうとしています。ストーリーに寄せられたファンのコメントには、待ってたよ。 という言葉があふれており、それが彼らの再会をどれほど心待ちにしていたかを示しています。興味深いのは、今回のプロジェクトが日本だけでなく、世界中の大都市で展開されているという点です。これは、日本のエンターテインメント業界がグローバル化している現象の一部とも言えます。特に K-POP の世界的な成功を背景に、日本のアーティストたちも次々と海外市場に進出し始めています。しかし、 ナンバーアンダーライン愛のプロモーション活動は単なる海外進出以上の意味を持っているように感じます。3人のアーティストがそれぞれの経験と個性を持ちながらも一つの目標に向かって再び一緒に活動する姿は多くのファンにとって希望の象徴です。そしてこの希望が国境を越えて広がっていく様子はエンターテインメント業界においても非常に興味深い現象です。しかし このの成功はは決して簡単に得られたものではありません特に、これまでの彼らの歩みを振り返ると、それぞれが経験してきた困難や試練がいかに大きかったかが分かります。彼らがアイドルとして活動してきた過程には、多くの期待やプレッシャーがあり、それに依頼続けることは決して容易なことではありませんでした。それでも、彼らは常にファンを第一に考え、自分たちの音楽やパフォーマンスでファンを喜ばせることを使命としてきました。 INZM という楽曲がリリースされたことは、その象徴ともいえる出来事です。この曲は、日本だけでなく、韓国・ソウル、タイバン国、インドネシア・ジャカルタといった海外でも屋外広告が掲出され、多くの注目を集めました。数ヶ月前には想像もできなかったことが現実になり、ファンの間では喜びの声があふれました。この広告展開は、彼らが単に国内での活動にとどまることなく、 世界に向けて自分たちのメッセージを広げていることを示しています。それは、彼らのアーティストとしての成長だけでなく、私たちファンの期待に応えるための姿勢でもあります。彼らが世界に進出し、その名を轟かせる姿は、私たちにとって誇りであり、希望でもあるのです。しかし、彼らの成功は単なる偶然ではありません。彼らが築き上げてきた努力の結晶です。特に、 INZM は、彼らがこれまで培ってきた経験と新たな挑戦を象徴する楽曲です。三人それぞれが個性を持ちながらも、互いに支え合い、補い合う姿勢は、ファンにとって大きなインスピレーションを与えてくれます。例えば、キシユタのキラキラしたエネルギーや、平野ノのカリスマ性、そして神宮寺優太の静かなリーダーシップは、それぞれの魅力を最大限に引き出しています。そして、 それはただの音楽やパフォーマンスだけでなく、彼らの Instagram ス,ストーリーや SNS を通じて、ファンと共有される一瞬一瞬にも表れています。Instagram の更新は、彼らの近況を知るだけでなく、ファンとのつながりを再確認する機会でもあります。翔くんのありがとう、岸くんのサンキュー、そして神くんのサンクユーは、それぞれの感謝の気持ちをシンプルに伝えてくれました。この言葉たちは、 一見シンプルでありながら、彼らの深い思いが込められています。ファンとして、私たちは彼らのこうした日常の一瞬にも喜びを感じ、それが彼らの次なる大きな挑戦への準備であることを理解しています。さらに、彼らがただ日本国内にとどまらず、海外でも活躍している姿は、ファンにとって大きな励みとなります。韓国やタイ、インドネシアでの屋外広告は、 彼らがアジアジ全体ででの認知を広げている証拠です。彼らが世界中のファンに向けて発信するメッセージは、ただの音楽やパフォーマンスを超えたものであり、彼らの人柄やメッセージに共感する人々が世界中で増え続けていることを感じさせます。もちろん、海外での活動は簡単なものではありません。異なる文化や言語、そして新たなファン層との出会いは、多くの挑戦を伴います。しかし、 彼らのこれまでの経験や努力、そしてファンとの強い絆が、こうした挑戦を乗り越えるための原動力となっていることは明らかです。彼らがこれからどのように世界での活動を広げていくのか、そしてどのような新たな挑戦に取り組んでいくのかを見守ることは、ファンにとって大きな楽しみです。三人の個性がそれぞれに際立ちながらも、互いに補い合い、共に成長していく姿は、多くのファンにとっての希望となっています。 彼らが発信する、ありがとうという言葉には、単なる感謝の意味だけでなく、未来への期待や決意が込められているように感じます。彼らのストーリーやパフォーマンスを通じて、私たちは彼らがこれからも新たな高みを目指して進んでいくことを確信しています。そして、彼らが発信するメッセージは、ファンだけでなく、世界中の人々に向けられています。ナンバーアンダーライン愛の広告が世界中に広がっていく様子を見て、 私たちは彼らがこれからもさらに大きな舞台で活躍することを確信しています。彼らのメッセージやパフォーマンスが国境を越えて多くの人々に感動を与え続ける姿はまさに彼らの努力と才能の賜物です。私たちは彼らの一歩一歩を見守りながら共に喜び、共に感動し、共に成長していくことを楽しみにしています。彼らのストーリーはまだ始まったばかりであり、 これからも私たちはその先を見届けていくでしょう。